どうぞ。映ってないって。映ってない。大丈夫ですよ。映ってますから。モニターに。あ、モニターのね。はい、大丈夫ですか？どうしたらいい？はい、いいですよ。高子は今日は別にあのはい大丈夫です。社長がしっかり映ってれば。いい、別に映ってなくてもいいよ。もうデジタルしてるの？始まってますよ。あ、はい。うおー。すいませんでした。はい、始まりましたよ。今日から、はい、新番組です。新番組、ちんちゃんとたかこの言いたい放題。すべてにトライ。はい、本日のゲスト鈴木社長でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その前にちょっと、はい、ね、さてさて、いろいろありましたからね。うん、きんちゃんは、どうぞ。このヤジテレビは、はい、昨年の11月7日、うん、ちょうどね、文ちゃんの健康トライに、はい、ゲストとして、招かれまして、そのまま1年間居座りました。居座りました。それで病院に入っていろいろ考えて、はい、これで今度90の壁にぶつかるには、うん、今のままではまずいじゃないかといろいろ模索しながら、はい、うん、じゃあで文ちゃんと話したら、じゃあ文ちゃんが、はい、うん、あとコーナー任すよって言われたので、はい、それじゃあ私のコーナーとして少し方向を変えて、はい、強力なタカちゃんのパートナーがいるんで、はい、やってみようということでスタートしました。はい、で今回が初回なんですよ。初回なんですよ。初回の、ゲストさんが鈴木社長なんで、なんか間違ってない？いや、間違ってないです。いや、非常にスタートやりの方です、はい、ね。それでね、はい、私がちょうど入院して、はい、10日の日に、はい、社長のとこからセブンイレブンとね、ね、おむすびのね、素晴らしい、あの出たよ、発売するよっていうメールをいただきまして、はい、これ食べてみなきゃいけないなと思って、そうですね、11日退院したんですよ。はい、それで1回目の退院、うん、1回目、はい、それでセブンイレブンに行って、はい、食べた、はい、女房と2人食べた、お美味しいねって言って、はい、ですぐあのフェイスブックツイッターに上げたんですよ、はい、そうしましたらね、これ社長すごい縁があってね、ハワイでね6年間音信不通の人からねいいねのスタンプが来たんですよ。素晴らしい。それでねすぐあの LINE でね話をして、さ久しぶりねって、ラハイナにいる人なんで、うん、あの心配してたんですよ、火事があったんで、ね、はい、でうちは大丈夫ですよ、よかった、ハワイで食べられますかって。どうでしょう社長、ハワイにそれは無理みたいですね。あら残念だからね、はい、静岡に来てくださいって、まあ、いやこんな交流もあったなと思ってね、すごいいい結果が出たんで、本当に。それとなかなかね、OEM で物を作られていろんな方知ってるんですけども、うん、材料メーカーさんが前面に出て作った、ね、うん、商品ってあんまりないんで、これは売れるって、まあ、あの病院の中は全部私写真持って回りましたから、看護師さん全部してます。素晴らしい。全部って言ったら私のフロアだけですけどね。でもこの金ちゃんがねお一人お一人にこうねご紹介して歩くっていうのはなかなかなさらないと思うので、うん、そりゃそりゃもういただく方もびっくりだと思いますよ。だからみんな食べてみたいって言ってましたから、うん、ね、セブンイレブンでしたらねどこにでもありますもんね。まあ、そんなことがあって、はい、できればね、その言われないこともあるでしょうけども、うん、社長の方から、はい、おむすびのできる秘密、秘密やったー、言いたい放題ですから、悪くて、ね、秘密も何もないんで、秘密もない、はい、非常にシンプルな、うん、はい、醤油は再仕込み醤油というね、うん、2度、原料で仕込んだものを使っていただいて、うん、最終調整は、まあ、あるメーカーさんがやるんですけども、うん、それは、まあ、前からやったんですけどね、うん、左隅に、上に我が社のロゴマークを、うん、入れてくれるよという話で、これがすごいね、かっこいいですよ。まずないです ね、 ね、お醤油施設なんか出してますけど後ろには書いてあるんです、うん、器で分かって買ったんですけど、ね、
所長の仕事だと思って、だからね、なかなか 全面っていうか、うん、タイで載せるっていうのはなかなかね、うん、普通じゃできないなと思って、私も仕事で OEM の仕事いっぱいやってましたから、まあそんなことも何かあったんじゃないかと、まあこれ社長の人徳と営業の力だと思うんですけど、いや素晴らしいですよ、美味しくて、うん、ちょっと量が多いんですよね、割とね、大きめなんですね、大きいですね、ね、美味しくてよかったなと、ね、なんかそんな話でなんか面白い話でもあればなと言いたい放題ですから、まあ、あそういうこういろんなチャレンジをされる、うん、まあ、コンビニさんで、外食さんでもそうなんですけども、うん、スーパーさんも、うん、このいろんなものが原料が上がり、売り値も変わり、うん、何か新しいものでお客様を引きつけようとする大きなうねりが今来てましてね、はい、いろんなところからいろんなお話をいただく、うん、タイミング、うん、なかなかやっぱり、OEM 商品なんかは、うん、アメリカがもともとのスタートなんですけれども、そういう流れが日本の中に来て、うん、今度のいろんな原料の値上げや商品の値上げが動く中で新しい取り組みをされる、うん、皆さん必死になってやってらっしゃる姿を見るとね、感心しますね。なんかね、ハワイにもなんかそんな話ちょろっと来たんですか、ね、はい、ハワイもね、今年の2月に行ったのかな、はい、K-MIX のテレビにも出ました、うん、あのラジオに出ました、あK-MIX、 あ、はい、あのさ、ホテル3階だったか横だったかな、うん、私ね、孫連れて行ったことあるんです、うん、何十年も前ですけどね、だからそういうこう海外の情報も含めて、やっぱり食品メーカーとして、うん、ただ単に今までの商品を値上げをするだけじゃなくて、何か新しい取り組みをして、お客様の皆さんに、うん、サポートできれば、と思って、日々努力をしております。あの社長と仲良くなっていろんな話聞くと、やっぱりねすごいですよ、パワーが、うん、やっぱ、うん、あのお醤油作ってるだけじゃなくて、お醤油いかにして利用、はい、使うかっていうね、気持ちが伝わってくるんでね、うん、大好きになった社長の一人ですけど、しでもこの本当に値上げ値上げ値上げというさなかに新しい商品を打ち出していくっていうのは、なかなかのやり手でございますね。あのね、みんなどの会社も、はい、本当にいろんな意味で、手を変え品を変え、うん、新しいものを提供しようとする働き動きっていうのはですね、うん、見ててね感心しますね、うん、ただね、コンビニさんっていうのは商品開発がすごいですね、うん、昔はちょっとね、あ、コンビニの商品かよって思ったんだけど、今はそんなことないですよね、味が全然ね昔と違ってきちゃったんで、うん、やっぱり、まあ、本当に食品業界の皆さん本当に努力をしてましてね、うん、本当のある意味、冷凍食品も缶詰も、はい、あるとあらゆる商品がね美味しくなりましたよね。美味しいね、家庭の味よりも今女房と2人で住んでますんで、はい、1回作ると2、3日続くわけですよ、うん我が家も同じです、うん、じゃあお惣菜を買う回数とか、うん、まあ、冷凍食品を買ったり缶詰開けたりして、うん、食生活をしてますけど、うん、あ、何を食べても美味しいなと。そうですね、だから新商品が出るとね一回買って食べてみようかなって気になるんでね、うん、やっぱり食も贅沢になったのかね。でも新商品ってとっても楽しみです、うん、まあ、ね、作る側も、はい、いろいろ失敗しながらね作ってますんで、やってる人間たちのね開発したり、はい、作る側の人間たちも新しいことに対しては、うん、ものすごくこう目を輝かしてい、いるのが見る、うん、やっぱり従来のものだけで、商売をするんではなくて新しいものを
新しいように送るということは、はい、大変従業員にとってもプラスになるんじゃないかなというのは感じますね。それやっぱり社長の指導ですよ。いや本当そう思う。やっぱりね、老舗の店なんかもね、はい、昔通りでいいんだって店ありますよね。昔通りで何がいいのかなと思うんですけども、だんだんだんやっぱり衰退していっちゃうのは ね、 ね、チャレンジ歴史があればあるほどそこのこう、うん、兼ね合いが難しいんじゃないですか。一つ私やってみたいなと思うのはね、はい、私どもの醤油をお買い上げいただいてる会社って焼津市内すごく多いんですね、はい、でそこの会社がのご主人が例えば角煮を作ります、はい、どういうふうに角煮を食べてるか知りたいんですよね。その辺に売ってるどれでも一緒だというんじゃなくて、そこのご主人がこだわってる部分をねぜひ教えていただいて、それをなんとか Facebook とかそういうものを利用して、PR してあげたいと思って、あの Facebook は一生懸命今やってますんで。そうなんですね、ぜひ拝見したいと思います。いや本当にね、はい、ああいうのこのこのやじってるのも同じなんですけど、ドイツで孫がいてるんですよ、孫が、はい、で時々ね見たよってくる。嬉しいですね、だからねすごいね、今まで私たちがねものの考え方を伝えるには何がいいかなって、やっぱり YouTube とか Facebook とかね、ああいうものを利用して、意見を言うのもいいかなと思ってね、はい、今度このコーナー作って、はい、もう八重洲テレビでもどんどん広げてまいりましょう。言いたい放題っていうのに特徴がありましてね、はいはい、もう愚痴でも商品 の、 かあの発表でも何でもいいと、自分のが思ったことをガンと言える番組にしたいなと思って、はい、いいですね。そして本日は焼津の醤油の味というところで、ね、鈴木社長にお越しいただいて、いいですね。今日ね、はい、実は帰りにね、はい、私の心配してたあの、はい、喫茶店のお姉さんがいたんですけどね、はい、そこ行って話をしたら、いや、まあ、新しいのやる会社の愚痴言ってもいいと言ってもいいよってそれは、うん、はい、ね、会社名言わなければいいよって、はい、それも一つのね、面白いかもしれない、ね、女性の意見だからね、まあ、冗談言ったんですけどね、はい、まあ、世の中少し変えてみようかなと思いますね、うん、私もね、いいことですね、88年なんとか生きたんで、あと90の節目についてね頑張ってみようかなと思いますので、ボケては困る、まだ、うん、まだまだ頑張ってこれからですよ金ちゃん、 あと体力ずってゴルフでね、はい、まあ鈴木社長は本当にね今まで会った方とではやっぱりちょっとね飛んでるとか飛んでる考えがね新しい、うんうん、ところが見えたんでね、はい、お付き合いしだしたんですけどね、うん、そんなにね、はい、怖いもの知らず、怖いもの知らずそんなことやっぱり ね好奇心旺盛でワクワクドキドキされて、チャレンジしてね、はい、失敗してもいいんだけど、なかなか失敗するのが嫌で、多分ね、はい、鈴木社長の社員が失敗しても社長怒らないと思うんですよ、 お前何やってんだってね、うんうんうん、それがやっぱり一つのね、うん、企業が伸びる要因になってくるんで、やっぱり若者は何かしたいんでね、うん、それに対してね、あの叱ることも必要ですけども、あんまり叱りすぎちゃうとね、物言わなくなっちゃうんで、そうなんですよね、もうきっとドーンと受け止めてくださって、そうだから伸びてるんですね、なかなか厳しいですね、すごい伸び率だっていうふうにそんなこと言わない、伺っております、うん、税務署には言いませんから、あら、あの税務署に にらまれてみたい、見たいですね。本当にね、いろんな話聞かれて、まあお醤油もねいろんなものあるんで美味しいですよ本当に、ね、あのぜひ、あの、はい、全国展開しているお醤油はるかに美味しいおと私は思います、はっきり言って、はい、あのノーマルじゃないんでね、ノーマルじゃない、そこちょっと聞かせてください、ノーマルですよ、ノーマルです、いや一般売ってるお醤油とはあの味が、うんうん、こだわりがある、そう、うん、そうそう、はい、焼津ね、静岡さんの焼津の味がある、焼津さん、あのいろんな会に、参加をしてて、はい、挨拶しなきゃならない立場の時はですね、うん、皆さんに言うんですよ、
地元の醤油、あ、まあ、地元に必ず醤油の蔵はありますと、うん、だからぜひ、地元のものをお買い上げください、うん、これはあの東京行こうが大阪で行こうが、うん、あの小さい蔵かもしれないけどもね、一生懸命やってるところってたくさんあるんですよ、うん、だからそういうところ、うん、ドイツのビール、地ビールのようなね、うん、ああいうふうに、消費者がその蔵を支える、成長させる、うん、わけですから、あのそういう消費者の声を聞きながら我々頑張るわけで、うん、ただたくさん作ればいいっていうことではないんで、うん、あの地元の皆さんに愛されて初めて、うん、醤油業っていうのは長く続けられるのかな、うんうん、そんなふうには今ね思ってますので、うん、でもネーミングも面白いしね、写真のところ笑っちゃうね笑っちゃいけ、笑わないけど、うん、はい、じゃあぜひ教えていただけますか、うん、ああ51歳からの醤油っていうのがあるんですね、はい、有名です、私も存じ上げております。はい、娘からあのプレゼントされました。そうですか、はい、そうだったんですね、社長のところの醤油だったんですね。私が考えたんじゃないですよ、はい、で最初はあの50歳からの醤油だったんですけど、はい、保健所に聞いたんですよ、はい、こういうネーミングでいいですかって言ったら、保健所としては答えようがなかったんですね。で最終的に理解したのは聞いた方が悪いと聞いた方が悪い、役所の人はちゃんとしたこと、はい、理由があって、はい、許可するしないっていう判断をできないネーミングなんですね。うん、だからそういう意味ではもう聞いた方が悪いんだから、51歳、はい、50歳だともうダメって言われてるんで、51歳ならいい出しちゃえ。そうなんですね。でもすごく目立ちますよ。いや、ありがとうございます。あの店頭でこう並んでて、うん、でやっぱりこう、はい、ちょっと考えてる人はあいいかもって多分手が出るんだと思います。30歳でもいいですか。30歳はあんまり考えてないかもしれないけど、はい、やっぱり50歳っていうところのこうね、うん、ちょうどこうラインがかかってきたところで、うんね、ちょっと考え出す。面白いね。はい、ね、うん、だからあのネーミングっていうのはね、今あの各社いろんなことを考えて、うん、ありきたりの、うん、ものではなくて、やっぱりちょっと違った角度でものを見る、うん、ですから51歳からの醤油がね、一番最初ね、あるブロガーのが取り上げてくれたことがあるんですね、はい、うん、いやうちの商品もそうやって、うん、大してね売ってなかった時代に、評価をして、うん、なんだろうこれはっていうところから始まって、うん、問い合わせが来たり、やっぱりね、あの物を買う時にあれと思う、ね、うん、ネーミングがあるとね、手に取ってみたくなる、うん、それはあると思いますね、はい、ただ無責任なその、はい、ネーミングだとね、申し訳ないかなと思っていろいろじゃあ51歳の理屈をどういうふうにつけようかって考え後で考えて苦労してます、うん、いやいや面白いですよあれは、うん、美味しいし、うん、なかなかね、なんか体に優しいのかなとか、体のことを考えてくれてる醤油なのかなっていう想像はしました。あの通常減塩醤油を作るときに、はい、普通の醤油からナトリウム分を抜くんですね、はい、その時に旨味の成分と酸味の成分がね、一部取れちゃうんですね。酸味まで取っちゃうんですね、うん、ですからそれを補填するためにお酢で、うん、ちょっとインパクトを与えるためにほんのわずかですけど唐辛子のエキスを入れて、ですから普通の醤油っていうよりも、うん、醤油の加工品っていう、うん、業界では言われている商品ですね、はい、でその次のバージョンがね、はい、作ったんですけど、はい、これ業界から叩かれそうなんで、はい、全部海外に売ります。へ、教えてください。ちょっと全部ですか。ちょっと日本にも流してください。あの表示がね非常に難しくて、業界から相当苦情が出ると思われるんで、海外はそういう規制が何にもないんで、はい、出すんですけど、無塩醤油を作って、無塩醤油と普通の醤油を半々に割ると、はい、減塩醤油ができるんです、うん、
それは2本でセットっていうことですか。一緒に、だからブレンドするだけ。ブレンドする、その方の加減でブレンドができちゃう、じゃなくて、じゃなくて初めから、初めからね。でこれはある会社が特許を取られてて、うん、そうなんですね。その特許が切れてるんで、うん、じゃあちょっと試験をやってごらんということでやりました、うん、でその無塩で作られた醤油って美味しくないんです。あら、うまみはすごい強い数値を出すんですけど、はい、そのまま舐めると全然美味しくないですね。だからそれをブレンドすると、うん、美味しい醤油になる。そういうことなんですね。そういう摩訶不思議なね、摩訶不思議な秘密ですね。それは言えないですね。日本国内で売るとやっぱり相当インパクトがありますし、うん、海外なら、うんうん、知らないよっつって出荷できる。そうなんですね。ただ世の中にない、はい、減塩醤油になりますんで、うん、日本は規制が非常にいろんな意味で きついんで、うん、みんなから同業者からいじめられたり、うん、保健所からいじめられたりするんで、海外なら誰も怒る人がいない。それは ね面白い ねやっぱりお醤油つけてもやっぱり深いものがあるんでね、うん、うん、私たちも多少勉強じゃないけど、うん、いろんなものね、とりあえずとにかく富士山とかの醤油、ね、一本で買いましょう。そうですね、ありがとうございます。だって家庭にお醤油がないお家ないですもの。それはない、それはない、まずは、うん、ね、お醤油が全くないお宅はないので、それを鈴木社長のところのお醤油に変えるだけで、そう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 、えらい違いますよね。うん、それでいいです、はい、ね、十分です、十分です。はい、しかもそのセブンイレブンに行って、あのおにぎりね、あれは美味しいよ、はい、うん、ね、楽しみです。限定なんですか、あれ。あ、期間限定ですか。いや、もうとりあえず1年近くやってるんじゃない。ただパッケージが今度、ね、新しくなったので、そうなんですね、本当に、セブンイレブンさんにはいろいろお世話になりまして、なかなか直接我々がセブンイレブンさんのところへ門を叩くっていうのはね、そうですね、大変なんですよ。まあ、でもね、肩にちゃんと、じゃあもうセブンイレブンの方からオファーが来たわけですね。うん、まあ、そのグループの人たちの一部からね、うん、はい、せっかくなら地元の醤油、美味しい醤油を使って作ってみたらどうかということで企画されたらしいんで、はい、私どもはぜひお願いしますって言ったわけではないんですけど。そうなんですね、やはりオファーが来るということはそれだけ注目されてるってことで、うん、それはそういうことですよ、ね、しかも焼津が、うん、それを焼津テレビでご紹介できるというのは、うん、素晴らしいことだと思います。いいことですね。はい。ということで、そろそろお時間を、あっという間です、社長。はい。ね、もう二度目のご登場ということですが、うん、またぜひ。今日はね、本格的な話ですから。ね、ね、またぜひお時間を作っていただいて、うん、お越しいただけると幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、はい、ね、来週はまた他のゲストさんを呼んで、はい、やりますから、よろしく、はい、よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんチャンネル合わせてください。そしてセブンイレブンに行きましたらば、鈴木社長のところの焼きおにぎり、焼きおにぎり、ちょっとこう茶色の濃いめのおにぎりですよね。すぐ分かりますから、はい、すぐ分かると思いますので、ぜひお買い求めいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次の番組もうロバさん見えてます。笑顔と音楽の贈り物、ゲストは、歌と笑いの伝道師塚本秀夫さんでよろしいですか。癒し工房塚本の代表の方、よろしくお願いします。さあ、今日お忙しい中、本当にお越しいただきまして、2度目のご登場ということで、いかがでしたか。いえいえ、はい、別にもう慣れたもんで、はい、でも金ちゃん